さんです。どうも、こんにちは。中志子さんは週の半分ぐらいガビガビにいるんじゃないかっていうくらいにガビガビ。俺よりいるよ。ですよね。なんか俺が来るとほぼいますよね。黄色い T シャツ。そうそうそう、黄色い T シャツ。今日も黄色ですもんね。そうなんですよ、黄色い。若千子さんが若千子クラブ Z っていう名前でやられてたんですが、最近チョコレートイエローに改名して、アーティストカラーが黄色い人で、で俺毎月ロックンロールサーカスっていうここのイベントに出てるんですけど、それで毎回一緒になる人で、黄色い T シャツを毎回着てて、若千子さんが。で俺ここで千葉さんがある時に家のいらない洋服をここに持ってきて、みんな持ってっていいよみたいな時に、俺黄色いパーカーをその時に持ち帰ったんですよ。で黄色いパーカーって初めてその持ち帰って着てみた時に、着て表に出たらなんか気持ちよくなってきてなんか明るい気持ちになってんで、それで若千子さんが出る時に着てってみようってなって、でそこから毎回最近黄色で俺が勝手に合わせてるんですけど、そうそう、なんかね、はい、黄色ね、イエローブラザーズ、イエローブラザーズって俺が勝手に言い始めてたら、それが定着し始めて、みんななんか黄色着始めてきましたね、最近ね。そう、最近僕らも黄色ね。嬉しいですよね。すごいね。でも若千子さん的には複雑なんかな。いや、そんなことない、そんなこと、ありがとうございます。黄色、あ、ちょっと声でっか。なんかさ、そうか、居酒屋だから大丈夫だよね。あ、もうちょい、ボーカルね、ボーカルもうちょい、ボーカル上げた方がいいから。はい、ありがとうございます。あ、じゃあテーマ曲やっていいですか。いいですよ。いいですか。じゃあ始めたいと思います。では昭和歌謡レイディオ、レッツゴー。昭和歌謡レイディオ。 Do you remember the best day? Do you remember your hit?Let's go, yeah. It's until the end of the show. Show up, Kaya, oh, radio. Let's go. Show up, Kaya, oh, radio. Let's go.こんばんは。捨てられた明星の歌本からやってまいりました。若千子です。よろしくお願いします。今日なんかその源氏さんって方がね、いつもこの仲間でつるんでる方が来られるって聞いてたんで、源氏さんなんかすごい80年代アイドルの、今完全にオイスロングビーチの流れになってます。あ、それはね、今日はやらないんで源氏さんのなんかなんか来るっていう想定だったんでですね、80年ね、この録画しときますんで、源氏さんに飛び入りしてもらおうかと思ってね、後ろ指刺されるときに乗ってきたそうなんですよ。今日はじゃあ源氏さんが歌う予定の、高井真美子さんのパート、僕がゆうゆうの方をやろうかと思ってたんですけどね、今日はちょっとリードボーカルの方をやりたいと思います。では、渚の鍵括弧を歌いたいと思います大丈夫かな。渚の鍵
嫌いなら顔が近く来た。やってくれました、やってくれました、ただいま。それより唇離れた後はどんな気分かしら。不思議で大したことない私たちまで、素敵なムードに酔ってしまった。すいませんね、こんなのばっかり用意してて源氏さんがね、来るなんかね、そっか、そこに焦点を合わせた。全然、そうなんですよ、うん、渡辺恵子さんのヒロシっていう曲でも見てたら、多分後から見てると思うから、ね、これじゃあ来月に撮っとこうか。嬉しいと思いますよ。そうですよね、源氏さんね、後からすごい見るから。あ、源氏さん、ありがとう、源氏さん見てくださいあのじゃあのいつもですね、大磯ロングビーチパーティーを歌う時の一曲で、もうほんの一部しか歌わなくてフルコーラスで歌いたいっていうちょっと曲があって、大磯ロングビーチパーティー、今日ちょっとやらないんですけど、80年代70年代の女性アイドルの曲なんですよね。あのメドレーでやって、12組の、なんで12組かっていうのは、最初のアイドルが A フラットで、2人目が A、 3人目が B フラット、4人が B とですね、半音ずつ上がって12人全部揃ったら1周回るんで、元のキーに戻ってきて一番最初歌った人を歌って終わるという、で夏の歌で明るくてアップテンポな曲なんですよね、そういう歌がありますが、その中の一曲にですね、堀ちえみさんのですね、稲妻パラダイスという曲なんですね、ちょっとこれもうね、めちゃめちゃ好きなんですよね。これあのベンチャーズのレッツゴーっていうあの曲がモチーフになってね、タラ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 ララレッツゴーっていうのがね、あのタンタンタタタンタタタタンっていうね、僕のテーマソングと同じなんですけど、ね、それがパロディで入ってるんですけどね、その、曲を歌いたいと思います。サーフィンソングですね、謎はパラダイスです。ララララララウェイ
た野手のシャツの下 Baby アリアリラウェイグーグー惹かれてくあなたに惹かれてく彼氏と一緒に海辺に行ったらですね、突然のスコールがやってきたんですよね。この濡れた T シャツっていうのはびしょびしょになるんですね、雨が降ってきて。でこの歌詞の中にね、ちっちゃなビキニが透けて見えてたっていう歌詞なんですよ。まあ雨が濡れて下に水着着てたんで、この T シャツからこの下の水着が見えるんですけど、僕が中3の時はですね、すごい多感な時期なんで、ちっちゃなビキニの向こう側が見えたっていう、透けて見えたかと思ってたんですよ。もう男子たちもすごい興奮してね、もうおすげえすごい歌だなとか思ったら、途中でなんか修正が入って、なんか違うよっつってね、女子から言われて、全員男子がねそっちだと思ってたんですよね。そうなんですよ ね、 このね、日本語は難しいですよね。これ飛んでんね、サンダルが飛んだ歌ですよね。サンダルが飛んだ、そうザ・トップテンでね、足をポーンと跳ねたらですね、サンダルが本当飛んじゃって、スタッフがかけてきて靴履かしてもらったそれが結構てて、ね、そのジェミちゃんが可愛かった。そうそうですよね。そうなんですよ。ここの2人はそれにすぐ気づいたそうですよね。ありがとうございます。ねえ、まあ全然不法でもないんですけど、まあ、もう皆さんご存知なんですけど、安倍晋三さんがねこの間、金曜日に亡くなったんですけど、ちょっと僕ちょっと思い出したのがですね、国会に元巨人軍の堀内さんがね議員になって、なんかオリンピックの話とかしてなんか質問をした、安倍さんがその時にこう答弁したんですけどね、なんか巨人が嫌いだったんですね。安倍さんの巨人が好きそうな感じがしてたんですけど ね、アンチ巨人でしてとか言って、国会会場がもうわーって笑いに包まれて、で私の応援してたチームがコテンパンにやられて、ニックキーピッチャーだったんですよとかって言って、なんかこう笑わせてまして、で、まあ、どこのファンだろうと、山口県出身だったんで、あの方は広島かなと漠然と思ってたんですよ、うん。そしたらなんか後になって分かったのがヤクルトファンだったんですね。僕は全然なんかヤクルトって感じしないですよね。なんかね、なんかそれを思い出して、でなんかちょっともうこれ偶然の偶然なんですけど、安倍さんが亡くなったのが金曜日で、
土曜、日曜、月曜、火曜のヤクルトの試合が全部中止になったんですよね。最初2試合はコロナで選手たちがかかって中止になって、うん、あと 2日はあれ、天候の具合でね、なんだか不思議だなと思って、ちょっと急にヤクルトと阿部さんがこう同時に入ってきて、ふとそれを思い出しました。なんですね、ということで、今日最後の曲ですね、ちょっと聖子ちゃんのですね、アルバムの曲を歌いたいと思います。バラとピストルっていう曲ですね。ちょっとなんか今感化されて、ちょっとバディホリーとか出たんで、バラとピストルはなんか1小節に2回コードを歌うんですね。こういう、コード進行でバディホリーっぽい曲なんですよ。聖子ちゃんが作曲したんですけどね。でもう1個はあの4月のラブレターで、これもバディホリーっぽいんですよね。ちょっとなんか今ロカビリーがいっぱい流れてたんで、ちょっとこのロックンロールっぽい聖子ちゃんの曲、アルバムの曲で知らないとは思いますが、バラとピストルと、4月のラブレターをメドレーで歌いたいと思います。プリティ聖子ちゃんです。あ、カポ 間に首入れても大丈夫です。あの人がいるから先やっちゃう。あ、本当に、うん、あ、わかりました、OK です。カポ普段やらないから。カポも黄色なんですよね。ピックも黄色です。ではちょっと行きたいと思います。プリティ聖子ちゃんです。今年還暦ですね。Oh, I love you, girl. Yes, I really do, Seiko Chan. テキサス行きの駅馬車に乗り、つむじ風みたいにね、消えるの後はよろしく。どうせ酒場で飲んでくれてる。バラでも投げておいでよ。指で作るピストル、あっちの胸狙うの。他のとこできてると、小さな町の噂よ。あたしセイブのナウテのダンサー、さすらいの踊り子よ。どこでも拍手アピール。はYou remember your hit down. It's weekend, but let's
ました。若ちこでした。若ちこそのままギター使わせて。あ、いいですよ、はい、あ、千葉さん、あ、どうぞどうぞ、はい、千葉さん座りですか、立ち、そこで大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。